撮影の記念碑東洋フィルム会社から受け継がれた撮影所の跡を示す。東洋フィルム会社は1917年から1920年に存在した日本の映画会社である。東洋フィルム会社は1917年に朝の財閥の東洋規制によって設立された。事務所は横浜市山下町31番地で、撮影所は山下町71番地だった。 この頃、大隈重信は、外国人旅行客誘致により、外貨を獲得する政策を立案しただけでなく、外国映画会社と提携して、日本映画産業を発展させるべきだと考えていた。また渋沢栄一は、アメリカ合衆国のように、日本も映画を大きな産業にすべきだと考え、映画を娯楽だけでなく報道、宣伝、国際親善、 教育などにも用いて国家、社会に役立てるべきだと考えていた。この両者の意向を受けて東洋汽制社長で浅野財閥総帥の浅野総一郎が米国の映画会社と提携してノウハウを吸収し日本映画を世界市場に輸出してハリウッドに対抗しようという旧壮大な意図のもとに東洋フィルム会社を設立したと解釈されている。この1917年には 東洋汽船は創業以来最高の業績だったので、資金に余裕があった。浅野総一郎の次男、浅野良造が社長に就任し、共同経営者、ベンジャミン・ブロツキーが支配人兼政策責任者になった。このブロツキーという人物は、ロシア系米国人で映画会社を経営し、中国で撮影した、気候映画 A トリップスルーチャイナをこの頃に、 米国で公開して大成功していたので高く評価されて協力を要請されたとされている。ブロツキーはハリウッドで撮影機材を調達して俳優などの人材も日本に連れてきた。女優マーガレット・リサイト、俳優の栗原・トーマスとオーレス・ビアリー、撮影技師、ロジャー・デールなどである。1917年の夏から1918年にかけてブロツキー一行は 日本政府提供の蒸気機関車で移動しながら、京都や日光など、日本中の観光名所で、ビューティフルジャパンを撮影した。東洋フィルム会社とブロツキーは、米国にサンライズ映画会社を設立して、米国での映画配給に乗り出し、1918年11月に、ブロツキーと栗原トーマスが渡米して、ビューティフルジャパンと三次ご島を売り込んだが、 ビューティフルジャパンの一部を短編にした A Trip Through Japan With The YWCA が YWCA で無料で上映されただけで成果を上げることができなかった。それで映画を編集し直して1919 19年11月にもう一度配給しようとしたが今度も失敗した。結局ビューティフルジャパンは東京の帝国ホテルで披露されただけだった。期待に応えることができずに 1920年2月に、ブロツキーは、日本を去った。進んだ西洋と遅れた東洋を退避しようとする、ブロツキーと日本の役人や東洋フィルム会社とは、意見が合わなかったこと、エイトリップスルーチャイナの撮影技師は優秀だったが、ビューティフルジャパンの撮影技師はそうではなかったこと、外国人観光客誘致、日本企業の宣伝、ブロツキーの関心などを反映した雑多な内容で、 長く退屈な映像になったこと、アメリカ人は、米国製品の市場になりうる中国には関心を示したが、競合する工業国である日本には関心を示さなかったということが失敗の理由であるとされる。1920年4月に、ブロツキーを除外して、東洋フィルム会社は、対正活営に再編された。その後、ブロツキーはサンライズ映画会社の支配人として、米国で、 アメリカ映画を買い付けて、対象活営に供給した。東洋汽船で、浅野良造の秘書だった、金指栄一は、東洋フィルム会社で、映画産業に関わるようになり、対象活営を経て、東方の創業に関わった。東洋汽船に勤めていたスケセイ三郎は、ユニバーサルやパラマウントの日本支社に転じて、配給の神様と呼ばれるようになった。 劇映画制作会社から見たトーキーまでの日本映画界長谷川智子東京経済大学2020年12月18日閲覧松浦明笹川恵子2016ピアニッシモ268279松浦明笹川恵子2016ピアニッシモ279287松浦明 笹川稽子2016、ピアニッシモ、287-289-350、松浦明&、笹川稽子2016、P263、松浦明&、笹川稽子2016、ピアニッシモ、259-261、AB7、浅野総一郎、良造夫子と、ブロツキー、TOKYOCINEMA.net 岡田雅子。2020年12月17日閲覧。A トリップスルーチャイナ YouTube。www.youtube.com。2020年12月19日閲覧。1909から1915。ダブルチャイニーズセーバー。ストリートパフォーマンスチャイナ YouTube。www.youtube.com。2020年12月19日閲覧。 ナショナルフィルムプリザベーションファンデーション、イトリップスルーチャイナ、www.filmpreservation.org.2020 年12月20日閲覧。松浦明笹川恵子2016、ピアニッシモ261、345、AB 松浦明笹川恵子2016、 P261 松浦明笹川恵子2016ピアニッシモ345-3468ハリウッド俳優トーマス・クリハラを東洋フィルム会社に迎える tokyocinema.net 岡田雅子2020年12月18日閲覧松浦明笹川恵子2016 p346 ジアパンツーリストビューロー事業報告。対象6年度国立国会図書館デジタルコレクション。w w w d e s c l i t t l n d l g o j p 国立国会図書館。p39 2020年12月18日閲覧。ナショナルフィルムプリザベーションファンデーション。8リップスルージャパンウィズザワイ WCA www.filmpreservation.org.2020 年12月20日閲覧。松浦明笹川恵子2016ピアニッシモ347348浜発ニュースレター第4号横浜都市発展記念館。www.tohatsu.city.yokohama.jp、ok 2020年12月18日へ閲覧。松浦明笹川稽子 2016P348 松浦明笹川稽子2016ピアニッシモ356367383松浦明笹川稽子2016ピアニッシモ348349松浦明 笹川稽古 2016P264TREASURES FROM AM FILM ARCHIBLE A7YouTubeHAT Beautiful Japan 弁天フェスティバル YouTubeWWW.YouTube.com2020 年12月19日閲覧 Beautiful Japan 1917-1918SMISONIAN INSTITUTION2020 年12月20日閲覧 ナショナルフィルムプリザベーションファンデーションビューティフルジャパン www.filmpreservation.org.2020 年12月20日閲覧映画を残す映画を生かす無声映画編国立映画アーカイブ2020年12月18日閲覧松浦明笹川恵子2016 ピアニッシュも257-258ありがとうございます。